黒頭皮蓮は、菊花頭皮連続の多年草。北アルプスや白山の代表的な高山植物の一つ。茎は直立し、高さは15から70センチメートルになる。茎に傭兵から流れた明瞭な翼があり、上部には茶褐色の縮れ丈が密生する。普通花時には根室葉が生存しない。 茎の下部につく葉の養心は三角状卵形から卵形になり、長さ五から十五センチメートル、幅四から十二センチメートル、先は A かしら、規部は心形になり、縁はしが状になる。傭兵は長さ十から十五センチメートルになり、上半部に翼がある。牡蠣は七から九月。登場荷状は海上に二から六個が密集してつく。花が洗わないことが多いが、 あっても長さ5から15ミリメートルになり、頭鼻の小道は1.5センチメートルになる。双方は長さ10から15ミリメートル、計12から20ミリメートルになる。急上小形から小形で、暗視色から単赤褐色になる。双方辺は8列あり、外辺は乱形で先は A かしら、基部の幅は3から4ミリメートルと広く、先端はやや反曲するか車上する。 頭花は、筒状花の実からなる。果実は、長さ4.5から5.5ミリメートルになる、痩せ花となる。日本古有種。本州の越後山脈、首木き山海、戸隠山、北アルプス、白山、のりくら岳御、御嶽山、中央アルプスに分布し、阿高山から、高山の寒木林の林園や明けた草地に生育する。和名、黒頭比蓮は、黒刀比蓮の胃、 種商名セシリフローラは、ムガラバナどの意味。福島県の東山や万代山などで、黒糖皮蓮とされてきたものは、2009年に、門田祐一によって、新種不毛糖皮蓮サースレア不ンシス門田とされた。ありがとうございます。